はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで小文字でモスさんですね。はい、MOS。 はい、Chrome のアップデートを2つですね。で、今日ね、発送します。今日はそうですね、明日、日にち指定ございましたっけ。はい、でしたら日にち指定の日ですね。よいしょ。サインかシリアル出るといいんですけどね。どうでしょうか。はい、じゃあ行きます。まあルーキーがね、あの、お、いきなり変わるぞ。ルーキーのね、パープルのね、いいとこ出るといいですね。って言おうと思ったんですけど。はい。で、リフだ。おお、ピアソン小島くんのシリアルだ。はい。よかったよかった。ワンパック目すごいね、これ。カールソンのパープルと、ネットピアソンの250。これはオールスターではなくて、あの、シリアルのパラレル。となります。オールスター、逆にあの、パラレルは、3入りしかないので、多分。ですよね。はい。で、キムさん、リンド。おお、ルーキー3連続。バイツ。なんそれ？はい。で、応援します。はい。ネクストバックストーン兄さんでお願いします。リフ。はい、マンチですね。マックスマンチ。トランベル。レディック。リフだ。はい、タティスですね。うん。オールスターのリフは2枚目か。はい、いいですね、でもね、タティスだったら。次オールスターのリフ来たらかなり熱いんじゃないかな。まあでもね、あの、大カットも2、3枚出たりする場合も普通にあるので。はい。マットン君。ちょっと待って、ルーキーのパープルが今。あれだね、レディックだけだね、ベテランはね。有原さん。お、山城さん。メンツいいっすね。ガルシアさん。オドリッチ、ジム・パーマーさん、ガルシア。はい、アデル、スネル、ハフルで来るかなと思った。はい、サンチェスにメルセデスさんのパープルで、ヘイズとなりました。で、ポン。はい、2箱目。いよいよ開幕ですね。大谷選手も調子ね、維持してる。いいんじゃないですかね。もうさすがに MVP 相手にフォアボール連発はちょっと、やるかな。どうですかね。まあ切羽詰まってくる8月以降はちょっと分かんないですけどね。プレーオフ行けなきゃ、監督さんもコーチ陣もっていう危機感がありますから、まあそれはしょうがないですけどっていう、うん、まあそれで一番に据えるっていう作戦なのかもしれないですけどね。もう前半からまあ、選手への負担は増すと思うんですけど。はい、バドゥーさん。お、沢村さん、リフ。はい、ビーバーさん。はい、パープル。お、バドゥーさん。バドゥーさんもいいっすね。バッティング良かったです。
ちょっとシーズン始まってから、ひっぱたきが多かったんですけど、多分これシーズン、どうなのかな、写真的に。この写真結構なんか、オープン戦に近いんじゃないかなって思うんですけどね。この写真ね。結構アッパー気味だったんですけど、シーズン始まって、もう不調、ちょっと不調かなっていう時はもう、ひっぱたき系になってて。あ、全然ダメだって、その時はね。そしてやっぱ打率もどんどん落ちてって。で、後半また良くなったんですけどね。オープン戦もいいですね。お、マクラナハンさん。で、ヨントさん。まあでも実際シーズン始まるとね、アドレナリン出ちゃうんすよね。はい、ボーのパープル。知り合いの選手も投手なんですけど、やっぱり、マウンドにいる間、アドレナリン出てるんで、痛くないって言ってました。よっぽどじゃないと痛くないって言ってました。はい、リードはですね。ベンチ戻ってきてから痛くなるって言ってましたね。はい。リフです。オールスターのジャッジ。で、ラスト。1箱目はね、シリアル来たんですけど、2箱目どうかな。パープルでした。はい。まあでも、ヘイズですね。結構ルーキーのパープル絡んだんじゃないかなと思います。まあ、7-3 でいけば、まあ、OK かなっていうレベルですよね。まあ、6-4-5-5 ぐらいもまあ、普通にあるので、パープルに関しては。で、シリアルが1枚。ね、ルーキーのピアソンですから。今年はジェイズは、まあ打線はかなりいいんじゃないかなと思います。はい。あとはピッチャー陣ですね。家族もいるし、ね、菊池君もいるし、応援しがいがあります、ジェイズはね。はい。じゃあ、ポーカーをします。今は店長に勝つと、赤マグホですんで、3回をします。ワン、ツー、スリー。お、一気に来た。あ、ストレート欲しいけど、エースのワンペアですね。90、11、12、エースってなっちゃってますけどね。はい、うん、フラッシュも欲しいですけど、はい、じゃあ店長です。ワン、ツー、スリー。おー、店長はキングのワンペアでしたね。このエース助かりました。はい。ということで、赤マグホ一つですね。はい。こちらです。はい。よいしょ。これ入れていただければと思います。はい。じゃあ、こちらでね、お送りいたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。